メディアサイエンス専攻の矢島遥です。これから私が研究している映像とサラウンド音響について紹介します。サラウンドとは聞く人を取り囲むようにスピーカーを置き、音に囲まれるような環境を作ることができる音響効果のことです。これにより高い臨場感を作り出すことができます。私は音が聞こえている方向と映像が見えている方向がずれた時に、動画の視聴や臨場感にどのような影響があるかということに興味を持ち、検証する実験をしました。このように車の映像と音のタイミングがずれると違和感があるかどうかを判断してもらいました。実験では車が近くを走っているものと遠くを走っているものを用意しました。このように距離感によってズレの印象が変わるなど、マルチモーダルな情報の感じ方には面白い性質がいろいろとあります。